皆さんこんにちは。今回紹介するのは協定会を代表する男性ボートレーサーの白井英二選手です。白井英二選手といえば山口支部に所属しており A1 級を維持しているトップレーサーです。ターンの鋭さから関門のホワイトシャークと呼ばれています。そこで白井英二選手についてこれまでの経歴や私生活に迫ってみたいと思います。白井英二選手は1976年10月15日生まれ、山口県美祢市の出身です。白井英二選手は小学校の頃から父親に連れられボートレース場に行っていたので、小さい頃からボートレースが身近な存在だったようです。そのため白井英二選手はその頃からボートレーサーになろうと思っていたようです。白井英二選手は小学校、中学校で野球、高校卒業まで空手に打ち込んだ後、ボートレーサー養成所を受験しました。しかしなかなか試験に受からず、新聞配達のバイトをしながら理工系の専門学校に通う時期が約2年間続きました。1回目の受験は学科、2回目は血圧不良、3、4回目は身長オーバーで不合格となり、5度目の受験でようやく合格しました。そしてボートレーサー養成所に入所し、ボートレーサーとしての第一歩を踏み出しました。無事ボートレーサー養成所を卒業した白井英二選手は1997年5月22日に地元のボートレース山口でデビューしました。デビューから勝利とはいきませんでしたが、翌月の6月13日に初勝利しました。そして1ヶ月後の7月16日には初優出を決め、初勝利、初優出をデビュー年で達成しました。2001年にはボートレース常滑で開催された SG 第48回全日本選手権で SG 初優出しました。白井英二選手はその後は順調に一般戦や G3 で優勝し、2003年にはボートレース平和島で開催された G1 東京ベイカップ開設49周年競争で G1 初優勝を飾りました。それ以降白井英二選手は幾度も SG 出場や優出を果たしましたが、一度も優勝ができなかったので無冠の帝王と呼ばれるようになってしまいました。白井英二選手は2013年までには SG 優出回数13回、 G1 優勝回数7回と毎年良い成績を残していましたが、それでも SG 優勝には届きませんでした。そしてついに白井英二選手は2014年8月31日にボートレース若松で開催された SG 第60回ボートレースメモリアルで初の SG 制覇を成し遂げました。優勝戦で2号艇からコンマ00のタッチスタートを決め、1号艇の谷村和也選手をまくり、悲願の SG 初優勝でした。 SG 出場回数68回、優出回数14回でしたが、この優勝で無冠の帝王というニックネームを返上しました。2022年のボートレーサーナンバーワンを決め、 SG 第37回グランプリの優勝戦が12月18日に開催され、白井英二選手が優勝し、賞金1億円と勝者しか被ることのできない王者の証、黄金のヘルメットを獲得しました。このレースに出場できるのは約1600名いるボートレーサーの中で獲得賞金1位から18位にランクされた一握りのトップレーサーのみです。選手たちにとってこのレースに出場することは毎年の大きな目標であり、優勝することは究極の夢と言ってもいい、ボート界における最高峰の戦いの場となっています。2014年にボートレース平和島で開催された第29回大会以来、8年ぶり2回目の優勝戦、1号艇となった白井英二選手が完璧なスタートでトップに立つと、他の5艇を寄せつけない圧巻の走りで快勝しました。2着には賞金ランキング1位の馬場芳也選手、3着には磯部誠選手が入りました。レース前、白井英二選手は師匠の今村豊さんが2020年に引退した時グランプリを取りますと約束したので、その思いを胸に大村にやってきました。
最高の笑顔で1年を締めくくりたいと決意を話していましたが、10回目のグランプリ出場で念願の初優勝を達成しました。レース場で白井英二選手の勝利を見届けた今村豊さんは、感激で言葉にならない、泣くまいと思っていたけど無理だったと、自身は手が届かなかった優勝を愛弟子が果たしてくれたことを自分のことのように喜んでいました。一方の白井英二選手はレース後に、今はまだ信じられない感じですね、師匠を超えてこそ恩返しができると思っていたので勝ててよかったです。レース前に思っていたように最高の笑顔で締めくくることができて本当に夢のようですと満面の笑顔で喜びを語っていました。2023年5月9日からボートレース下関で、ミッドナイトボートレースセカンド日本モーターボート選手会会長杯が開催されました。2022年のグランプリ覇者の白井英二選手がダントツの優勝候補として登場しました。 SG 優勝戦のフライングにより特別戦線から遠ざかっていますが、その分今年は圧巻の成績を残しています。勝率 8.69、 優勝数6回、1着数67でトップを独走中です。特に1着数は2位と19勝の差をつけ、白井英二選手の1着率は 63% に達しています。素晴らしい成績ですね。また白井英二選手は地元下関でも無類の強さを誇っています。6連続優出中で優勝3回、準優勝2回と絶対的な存在です。このレースでは群馬支部の柴田光選手が優勝し、白井英二選手は2着でした。そして白井英二選手は2023年5月20日にボートレース常滑で開催された第15回ボートボーイカップ初日12レースドリーム戦に出場しました。1号艇は白井英二選手、2号艇は佐藤大輔選手、3号艇は中村武選手、4号艇は岡瀬正人選手、5号艇は山本英二選手、6号艇は真田英二選手というメンバーでした。準優11レースでは予選トップの白井英二選手が5着で敗れたことで一枠が転がり込むという波乱の展開でした。優勝候補として注目された白井英二選手でしたが、12レースでは6着となり帰郷してしまいました。今までの白井英二選手の走りや成績を見ても6着になるのは不自然で、八百長ではないかと疑う人もいたようです。体調やコンディションによっても変わってくるとは思いますが、白井英二選手が6着とは信じられないと感じるファンが多かったようです。そんな白井英二選手は地元愛が強く、故郷に寄付をしています。2022年に白井英二選手の地元の山口県美祢市の J レース美祢線は2024年に開通100周年を迎え、運行車両に記念ラッピングを施すプロジェクトが立ち上がり、白井英二選手は2022年2月10日に100万円を寄付しました。2023年3月30日には山口県美祢市などに500万円を寄付しました。白井英二選手は県庁を訪れ、社会福祉の向上に役立ててほしいと県と下関市、山口市、美祢市、周南市にそれぞれ100万円を寄付しました。さらに白井英二選手は障害者施設への訪問を続けています。村岡嗣政知事は思いをしっかりと受け止めて社会福祉の向上につなげたいとお礼を述べました。白井英二選手は、障害のある人の家族や関係者の方々が本当に少しでも笑顔が増えて未来が明るくなるようなお金の使い方をしていただければ幸いです、今後も障害者施設への訪問を続け勇気づけていきたいと話していました。白井英二選手は2023年後期勝率トップに輝き、数々のレースで活躍しているトップレーサーです。これからも白井英二選手から目が離せませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。